ス選べるようになってる。ついに俺も画質選べるようになったか。さあ、うるさ。俺の知恵と勇気を旅の神クロノに導かれし、人は風来人と呼んだ。これ試練出てこないの、このゲーム。誰だ。
今のところこの国には一人もいなかった。一方その頃、いつもの景色、やっと帰ってこれたのが1年ぶりの故郷。ポイン、こいつのキララポジションかな。お、なんか 3D の解像度低くないっすか。お、画質下げるか、これ擬似的に画質を下げて無理やり安全エリアスを天理山脈の麓にあるイザヨイの里。ここは豊かな田園に恵まれた穏やかな土地である。昔のファミコンみたいにさ、ブラウン管のにじみを利用して、そして数々の土地をたなんでコッパは一人でこんなとこにいるの。俺も草木の強く香る、あれ初夏のことである。いやでも試練と出会う前の物語とか、俺そういうの大嫌いだから。もう出会ってるのに本当はですね、オイラってさ、暗く深い不思議のダンジョンを突き進んでさ、そして踏み込んだ部屋がなんとモンスターハウス。これもう嫌ってほど見てますからね。別に珍しい話じゃない。オイラとアイバー慌てないと、こんな時のために撮ってみた炎上の巻物、そんなありましたっけ。オイラもちょっと熱かったけどな。すごいすごい、怖い怖い、かっこいい、ブルブル。相棒って誰のこと、まあ、この世界線ではアスカの話になってるとかそういうの嫌だからね、俺。コッパさん、本当にいろんな面白い話を知ってるんです。語りたちってこういうことなの。多分、気さくないたちってことか。さあ、今日はもう時間だ。みんな、コッパさんにありがとうって言いなさい。ありがとう。公園だったんだ、これ。ケイタ。天野ケイタ。妖怪ウォッチを見てます。このゲーム。ネゴラ神社に帰らなきゃね。おたねばあさん。いや、かやえさん。今日はもう遅いよ。うちに泊まってきなされ。そうですよ。この自分、なんだっけ。なんだっけ、これ。狙い神社まで行くのは少々難儀ではないですか。ケータ君もその方がいいじゃろう。コッパちゃんと遊ぶ。これ、ケータ。ごめん。ここにカタリーたちがいるとの噂を聞いたのだが。その声は、コッパじゃないか。アスカじゃないか。お主か。本当に久しぶりだね。どうしちゃったの、こんなところで。お前はどうしたの、試練は。フライ修行の旅をしているんだ。アスカのござる。失礼いたします。小里のおさです。お気になさらず、ぜひごゆっくりとなさってください。かたじけない。ん？相棒殿はどうした？しばらくの間別々に旅をしようってことにしたんだ。二人いるとどうしても甘えちゃうし。そう、お前だけじゃないか。まあ、しょうがねえよな。俺たちの目標でっかいからさ。ゲーム中にはもう試練っていう言葉は使わないんだ。相棒。例の相棒はどうした？いじめみたいだな。名前を呼んであげない。何何、たくさんの綿流しかな。うん、光るものが、これは毒です。毒なんだ。夜になると必ず流れるようになったのです。困るな。このままじゃ田んぼ屋さん畑は干上がっちまう。六助、よしで、この時も忍者の、まさか、今回の忍者たちといえばこの辺りにモンスターを退治してくれていたじゃないですか。半月前から流れている悪い噂、お前も聞いてるだろう。今回の忍者が人を襲うって話だか。
本当のおっかねえのマタギ村や金来神社や、もう何人も、いいからやらしてくれ早くゲームを。水無天国かお前は。家の水はまだ平気だから、うん。でアスカが私が行きますって言うんだろ。でコッパが俺もついていくよっつって、ついていく危険というのは米は貴重のはずでは。私はね、アスカさん、コッパが こっちに来て、子供たちと遊んでくれてとても助かってるんです。兄ちゃんのとこだと悪いことばっかり、少しでも楽しいことがなければ皆の気持ちはどうなってきたか。昔のゲームらしいところだね、おっぷ長い。うん、昔のゲームらしいかな。そうでもなくない、最近のゲームオープニング長いよ。ちょっとやるかーっつって最初のセーブまでがすごい長いっていう。ちょっと触りだけやりますねっつって、でムービーがめっちゃ長いからがっつりやった気分になって、じゃあ今日はこのテレテレテン、パワーハウスだ。最近って何年前だよ。俺にとっての最近っていうのは PS2 以降ですかね。うん、プレステ以前がレトロゲームに含まれます。これはもうどの位置なのかわかんないけど、 Windows 7で動かないんでレトロゲームですね。忍者、忍者なんでこの殺気。早く時代に追いついてくれ、追いついてくれ。時代の方がちょっと徐々に速度を落としていただけると、まあでも大丈夫でしょ。だってさ、音質だってさ、CD の 44,100Hz から DVD の 48,000Hz になってさ、もうこれ以上音質上げる意味ないじゃん。PS4 もそう。これ以上画質を上げる意味はない。4K とか、何の意味があるのかわからないですよね。電気代がかかるだけじゃないか？ 4 倍の。表現方法はどんどん変わっていくぞ。どんどん変わっていくぞ。確かに。変わっていくのはあるかもしれんな。2D が 3D になり、3D が VR になり。その先どうなるか。まあ、それはリセットされますからね。2D が 3D になった時に、あの美麗なドット絵が、もうぐっちゃぐちゃのポリゴンに進化したように、リセットされるかな。世代が変わると。でももうゲームの本質はこれ以上上がんないでしょ。一部のゲームでは先を見越してすでに 8K 対応されてるらしいが、わら。いるか。まあ HD の時もこんな横長いらんとか言われてただろうし、フル HD の時も言われてたんだろうけど、さすがにだってさ、音質を例に考えてみたらわかるじゃん。DVD の音質クソだよなーって思わないでしょ。もう十分なんですよ、画質も。で、全然話を聞いてない。行くんだろ、結局、アスカが。私が行きます。里町殿の甲賀村は川の上流にあるそうですな。拙者が行ってみましょう。ん？しかしこの里に縁もゆかりも分かったから、風来人だから俺は。風来人、剣の心得もあります。そうです。お頼みできますか？ありがとうございます。オイラも行くよ。コッパがね、不思議の男女になってます。死のところがハテナになってないですよ、これ。バグかな？オイラもついていくよ。オイラもアスカと同じこの里に厄介になったもんだしな。なんとなく一緒に来るだろうな。当たり前のように思ってたけど、別に
来なくても何の問題もないな。ラチェット&クランクだったらクランクいないと落ちるけど飛ぼうとして落ちるけど。はい、何ですか、聞いてませんでした。あー、もう一回言ってくれ。お、鍛錬の汁、偶然にも俺のな、RPG 慣れしたこの探索のさ、しっかりと隅々まで調べるっていうこの探索の、お、お弁当いらねえ意味ないんだけどな、これ。これだけ探索してもね、なぜ RPG が全然クリアできないのか謎ですね。お、読み込みがクソ早いクソ早いなぁ。あれ R? R だっけ。は、うん、こうか。アイダッシュは使わんな。縛ってきます。なんかレスポンスが良すぎる。え、コンフィグしてますよ、してます。斜め歩きがさ R だから、これも R になっちゃうんだよ。これ忘れたわ。うん、試練ってさ俺歴代のシリーズ全部やってきているんですけど、Y で整理しようとしちゃうんですよねハードがね、スーファミ 64GB、GB2 全部違うんで、操作方法が全部違うんで、操作方法わからなくなっちゃうんですよ。このモーションちょっと長いな。アスカツールズを使ってなんかモーションを短くするみたいなのない？なんで右がないんだよ。なんか操作のレスポンス微妙に。鉄扇ないこれ。鉄線、鉄でできた扇、青には重すぎる武器と規制は強力。敵を攻撃を防ぐこともできる。嘘だろ、できねえだろそんな。絶対嘘。いいや別に、ギター砲とか使わんだろ。押し入れだしここ。川の盾。お？防げないじゃん。嘘つき。FF7 かよ、装備品の説明が嘘とか。ほらね、今 B 押したでしょ、ここで。あ、へぇ、これ、へぇ、64の、あれですよ、B をパンって押して、武器だけ変えるっていう機能と、スーファミの Y を押しながらで、回転するって機能両方ついてる。でも GB の B を押してメニューを開くって機能はないだから俺今 B を押して下行こうとした、メニュー開こうとした。混乱の巻物。なんでこれ上行かないの。記憶から消せ、記憶から消せ。おい、 GB は名作なんだぞ。月影村のなんとかかんとか、あれ名作なんだけど、移植がね、スマホのみっていううん、 DS の方のナンバリングが奇妙なことになってて、牛若丸人かと思った。
DS の1が初代のリメイクで、DS の2が GB2 のリメイクなんだよな。よくわかんないことになって。なんかレスポンス悪いな、斜めの。ちょっとがっかり。ほら、右に行かないの、ほら。左押してんのよ、俺。左行かない。アイダッシュ使うか。快適快適。アイダッシュ神か。強いやんなんだが。あ。全然俺このゲーム。説明読んでなかったんだけど何回まであんのこれ。飢え死にしてしまうって。食料がないんだ難しすぎるだろこのゲーム。一面でもう餓死寸前なんだわ。は？握ってくんねえし。具合が悪くなった。舐めてたなぁ。試練といえばもう、初代からさ、いきなりテーブルマウンテンに突入するっていう、鬼畜ゲーだったのを、すっかり忘れてましたね。まずい。おにぎりをとりあえず作り、なんかこんな考えなきゃいけない押し入れで。押し入れだろ。サクッと行こうぜ、サクッと。おお。なんか、SE 小さくないっすか？バランス悪くない？お。お、通りたるもの、鍛錬のお尻を見事乗り越え、不思議の男女を歩くものを、歩くことを許されたものとする。巻物使ってチュートリアルだったのに。あ、だって別に書いてある通りじゃない。読めばわかるじゃないですか。これが読めばわかるじゃないですか。なんか棒読みちゃんちっちゃいな。ただでさえラグがあるからあれなのに棒読みちゃんで小さいとあれだな、さらに遠くから、すごい遠くから声がするみたいな感じになっちゃうじゃん。遠近法を使っていこう。人に見えた。こんなに大きい声がするってことは俺たちは近くにいる。そういう方向でラグの改善に努めていこう。やっほー。やっほー。すごい近くにいるみたい。隣で見てるみたいですね、なんか。配信とは思えない距離感ですね。倉庫か。ん？銀行？預ける。え？倉庫か。いらない。駅箱ってアイテムのコレクションするの手伝ってるんだ。駅箱は結構種類が多くてな、コレクションするフーラインが多いのよ。何エレキ箱って。
まあ、拾ったら、登録した駅箱を足のところの陳列ケースに入れておくことができるぜ。見せてくれ、どこにあるんだ。駅箱なくしたら、色違いはダメ。なんで？わかんない。わかんないよ。よくわかんないけど、丸次郎父を拾ってくればいいんだろ。試練マンはさ、ぶっ壊れがすごいから、自分もぶっ壊れ、敵もぶっ壊れって面白さがあったけど、試練2も試練2で割とね、マルチっていうぶっ壊れがあるから、好きですね。で、アスカはぶっ壊れてますか？ちゃんと。バランスいいゲームじゃないだろうな。変にバランスよくしないでほしい。その夏夏、海海。もうなんか、もう死ぬーってなった時に、最強装備一個引いただけで、全クリってなるのが好き。街広いなー。うん。そこに毒を流すなんて。動画のやつら、お、ここにも押し入れの、鍛錬の押し入れが。このゲームどれくらいダンジョンあるんだろう。結局みんな最終ダンジョンがやりたくてさ、ストーリーを進めるから。おお、高麗山。戻りください、ほら。もう、早く最終ダンジョンがやりたい、そういう気持ちでみんなやってるからな、ストーリーは。とはいえ、ダンジョンはいっぱいあってほしい。その解決策がね、2の、10回まで行ったらクリアっていうゴミみたいなダンジョンの集まりなんですよね。そうやられちゃうと、逆に、じゃあクリアだし、いっかってなっちゃうんで、難しいですね。読まなくていいか。何、救助隊って。風雷救助隊。救助隊に救助を要請してみ。救助を要請しておる間は冒険をすることができるが、助けられたら倒れたその続きから冒険を再開することができるのじゃった。マニュアル。え、これパスワードできるの？救助隊は。パスワードできるんだったらね、皆さんに助けてもらうということもできるんですが。視聴者に助けてもらえる。助けてもらえる。なんて。え、じゃあこれ、なんすか、ツイッチ連携機能ついてるんですか？最近流行りの。マジか。すごいなぁ。全然レトロゲームじゃないじゃん。でもこの頃からちゃんとツイッチの見越してるんですね。さすがスパイクチューンソフト。いやー、ローカライズばっかりしてるかな、最近のスパイクチューンソフトは。かやいさん、助けてやってくれ。心得た。すげえ左に行ける。はいはい。いざ酔いやすい。読み込みが早すぎてタイトルが一瞬なんだ。サブリミナルだよ。お。聞いたことあるようでない。
おう、これで行くよ、みんな。捨てる？それとも。新曲だ。新曲だ。やっぱね、ゲームの醍醐味って言ったらもう曲ですから。僕 DJ Max 買うつもりなんで、DJ Max の曲、新曲一曲も知りません。ネタバレになっちゃうからね。捨てるか、最初だし。え？どうやって複数選ぶの？捨てるがない。諦めよう。難しすぎるよ、これ。やめだ、やめだ。よし。何も持ってない。これは試練の醍醐味や。持ち込みはクソ。持ち込み考えたやつバカでしょ。試練やったことないじゃん。トルネコとか作った人、試練やったことないんじゃないか。試練3はそういう感じなんですか。俺試練3やろうかね、アスカやろうか迷ったんだよな。うん、どっちにしようかな。どっちも面白そうだなーつって。はい、全クリ。全クリの巻物。なんかごめんね。投資あるもんだって。何も心配ないんですよ、もう。投資外せばいいんだから。投資外せば絶対壊れないから。でもせめて何回まであるか教えてほしいかもしれない。何回あるか。試練さんは試練知らない人なら楽しめるよ。試練知らなかった人が言ってますね。俺もアスカ知らないからな。チメグ呪われてからでもよかった。ちなみに今ラグ何秒だ。7秒。調子いいな。昨日匠マリオやってた時は1分だった。匠マリオやってるとなんか重くなるんだ。ビットレート100とかいう意味わかんない。長巻きマジでクソだな。これといって特徴はない。ほんとクソなんだよな。コンボの方がまだ笑い取れるな。一発ギャグとかで。ほんとクソだよな。ネタにもならん。長巻きプラス1って、もう煽ってるだろ。煽ってるだろ。 PS4 プロみたいなもんでしょ。あのクソスペック PS4 のプロとか結局スコルピオに劣るし。やっぱ Xbox が最強なんだよな。このしましまは何なんだ。見やすいような、見づらいような。こんなに武器いらんよ。投げそう。投資自体いらねえ別に。まだ まあチュートリアルですよね、ずーっと。小熊峠短すぎるんだよ、だから。え、これさ、後ろ向いてても B1 回で向けるんだ。モーニングスタープリキュアかな。これはいらない。
構成できない武器は基本クソ。おなじみの曲だ。おなじみの曲だ、ほんとだ。原作、プレイヤーも思わずにやり。こういうのがあるから、古い順にやりたくなるんですよ。別にストーリーに繋がってないですよ。そんなこと関係ない。同じ曲が使われてるじゃないか。何を言ってるんだ。皆さん、マリオオデッセイの、ゲームセンター DX の動画見ましたか？あれもね、感想が様々でしたよ、本当に。ネタバレになるから見ないっていう人と、いや、見たけど、別にネタバレとかなかったよ、最初だけだし、カットも多かったし、っていう人と、ちょっと見ちゃったけど、ネタバレだらけで、めっちゃ見るの後悔したわーっていう人がいるから、人それぞれですね。僕は見ました。どうせ買うの確定してるけど、2年後とかだし、今買わないしな。いやでも、なんだろう、俺のやりたかったマリオ64って感じだった。マリオ64がこうだったら面白いのになっていうのを完全に形になってたっていうか、なんだろうね、まあゼルダですよ。ゼルダブレスオブザワイルドですよ、正直。見た目は今年の GOTY 全部任天堂が取っちゃうんじゃないかみたいな。両方を買う見てないんですね。なんかあれっすよ、僕ゼルダ知らないですけど、スターの数はゼルダのコログの数。ゼルダでマリオできるなら最高じゃん。そうそうなんですよ。波の数あるって言ってた。そしてすべてに名前がついてると。コログ。僕はコログを知らないんですけど。神。神。700とか言ってました。スター700枚。ネタバレだよーっつって、それでわ、もうネタ、もう買う気なくしたわ、ネタバレされたわーっていう人もいれば、マジかー買いますっていう人もいると。人それぞれなんですね。キャッ、どうしたの、顔が真っ青だよ。なんでもないが、お、綺麗な櫛だなー。待って、返して。おぉ、奪い取られた。じゃあ近所のコンビニの店員みたい。買わない理由を探す人もいるからな。わかる。買わない理由探してるだけだろうって言いたいだけの人もいるからね。ポップマジでクソなんだよなーつって。なんでこれ削除したんだよーつって。文句言うと、いや、なんか文句を言いたいだけの人がいるなーって、なんか目を合わせないくせに絶対俺のこと言ってるなみたいな。このせい、これ以上甲賀村には近づくな。え、お前ら離れてくれ。おおお、俺を巻き込んだ。え、能力があるのこれ、不思議の幻想郷のパクリじゃん。前に茂みの中にいたんだ。あの木の葉の術、忍者なのか。ここに隠しカメラがないんですね。そういうパロディネタとかはないんですか。それかアンダーテイル知らないか。狩りをしたら食の神ブフに感謝する。
か武風の杖はもうない。なんでモンスターの荷がなくなったんですかね。毎回新システムを導入するのはいいけど、男女の中にも店があるって知ってるかい。まずは僕店を初めて見たんですけどもういいですいいです。泥棒なんてダメですよね。武風は確かに強すぎるからブーの杖の解釈もさ人それぞれだから面白いよね。お金がない、売ればいい。お金ありすぎ。ブーの杖も人それぞれでさ、敵を消滅した上にしかも肉まで手に入るっていう能力なのか、敵を肉に変えるっていう能力なのかでさ解釈が全然違うから面白いよね。で俺普通にさ店長に杖振ってさ、俺消えないんだわって言ったらさ、おい、店長の肉なんかあるわけねえだろ、わらわら、みたいに言われてさ。いや、別に関係なくないか。武風の能力の、肉がなくなっただけで、消える能力は失われない、みたいな。遊戯王の砂人のおたつまきみたいなこと言ってたから。ドギリソウ回復あるから、まあいいや、これいいや。はあ、どうしたらいいんだ。顔には毒、みちみちで忍者に襲われたらどうも怖くて逃げる気にもなれない。まず店長はモンスターじゃないでしょモンスターじゃないわけないでしょモンスターだろうが、なんで武風の杖だけ効かない、そんな能力があるんですか。水がダメなら酒を飲めばいいじゃねえか。昨日も全然酒飲んでねえよ、コーラしか飲んでない。酒って意味わかんなくないか、苦いし酔うし高いしコーラのメロンソーダの方が美味しいですよ。メロンソーダおすすめです。あとファンタグレープ、ファンタグレープも味変わったんだよな7年前くらいの話だけど、街が広すぎる。こっちが正規か。なんもねえくせにさ、アイテム奪ったんだ。お、鍛えてもな。あ、刀か。刀なら鍛えちゃう。トンテンカン、かぶらせてぎ、来い来い。お、やった、惜しかったな。でももうちょっとだったな。ふう、カラクーヤ店員、営業は専門店、カラクヤでーす。いらなくない伝助。オーナーだよーん。営業箱って何？営業箱というのはモンスターの姿を真似たりきようだよーん。まあ、モンスターの壺みたいなもんかな。
針箱は消えない。へぇ。押し忘れた。あ、わ、濡れてるわ。ゴミの巻物。Thank you.
川の子とか。何しようとしたんだっけ。そう、頑張りましょう。もうこれ人だろ。おにぎりの腐っちゃうトラップってあるだろ。おにぎりを壺に入れとけば。へえ、知らなかった。7時中湧いてこないかな。お、
アスカやってるじゃんつってめっちゃ支持してくる人とか来ないかな面白いんだけど、音と部屋いるし、小学生しかいないみたいなとこだったら面白かYouTube ですね。まあ飲んでもいいか、ピンチになることないやろ。教えてほしかったな。全然だって立ち回り変わりますよね。何回までやるか知ってるたら。脱出ゲームだからな、試練って。最終的に男女駆け抜けろなりますよね。今んとこ中学生みたいな人は一人しか見かけてませんけど、なんだこいつ。え、なんか突然敵が腕を上げてないか。お。お。だからな、合成なんかないからな、このゲーム。いや、水路歩きたくないな。あっ、まあいいでしょ。空振りが多いかな。ポン。
花島。これは強い。空振り入れちゃった。同じ名前してるんだもんだって。区別がつかねえよ。すぎるだろう、消えるの。お、なんでこんな早いの。Windows でトンノをやった時みたいな速さですね。危ない危ないよ、君。そんなことしちゃダメだろ。え？こいつの能力がよくわかんない。すら思ってないような事態になることなんだよ。組み合わせ、寝頃神社、寝頃神社よ。で、あんた不思議なダンジョン抜けてきたのか。みんなここに住んでるな。ここに閉じ込められてる形。あれ？じゃあお前どうやって。ケイタとか、さっき村にいたじゃん。どうやってここに来たの？日本一、だ。
日本一は最近何作ってたっけ。何作ってたっけな。いやもうゲーム会社でゲームを選ぶようになっちゃったからな。あのアトラスの新作だーみたいな感じ。ラジアントヒストリア買っちゃったし、 DSJ も買っちゃうかもしれん。これは休んだ方がいいですね。持ち帰りいらんやろ。あれ？俺買ってた持ち帰り。もう金返せよ。ゼノギアスじゃないんだからさ。本当に。買ってるつもりが売ってたって。ゼノギアスで俺何回も体験してるから。お、これめっちゃ強いやん。買おうって言って。買おう買おうって買いまくってたら持ち物全部売ってたっていう。俺がいかに RPG が苦手かわかるだろう。こんなところでなんですが失礼だろうが、このお店の人に。こんな狭い部屋で、申し訳ないみたいな。失礼だろう。おにぎりあるならもう、大丈夫か。閉じ込められた。毒消しもいらんか。次に宿も止まっちゃえ。これ開発資金になるかな、女神転生5の。そう思うとね、 DSJ 買った方がいいのかなって思っちゃうよな。やらないんだけど。うん。まあ、別に今すぐやらないってだけで、将来的にやることは別に確定してるんで。お、みなまちゃん、遠いなぁ。そこにいたんだ。カメラが、動いたのに俺気づかなかった。どこにいるんだろうって。わばかしい。どうしたね。ちょっとみんな忍者って言葉ねピリピリしてんだからさ。わけを話すから。お、みんなは甲賀の久の市で一年ほど修行の旅に出てたんだよ。ところがいざ帰ってきたら甲賀に悪い噂が立ってたさ。まあ、なんかあったんだな。なんかあったの。試練ってさ、こうすごいこう綺麗なマップあるんだけど、特に意味はないっていうのを
もったいないと感じるか、楽だと感じるかは人それぞれですね。普通の RPG だったら、お、こっちに宝箱あるんじゃねえのとかさ、そういうのあるんだろうけど、俺の大事なクワが、語り部じいさん、昔々あるところに亡霊武者という怖い妖怪があった。じゃあ薬草を投げつけると亡霊武者は退散したと。めでたしめでたし、いやーいい話だな、こんないい話があったなんて。イエティみたいなサークルを作ってる。ん？ああ、倉庫か。なんで倉庫から出るのに許可がいるんだ。最大国、引っ越しちゃえばいいじゃない。なんだこれバイオハザードみたい自動で降りるエスカレーターな。天輪の樹海、お、岩鉄、え、なに？ああ、そりゃそうだろ。これ、あ、盾か。で、こう鍛えよう。大兜とかあるのかな？そういえば、共鳴ないっすね。やった、冴えてるね。すごいな。行きまーす。具合が悪くなった。タイガーウッホがいる、見えてるし、森だから。いやー、これいいね。試練2は簡単すぎたな。うん。いくら初級ダンジョンとはいえ、簡単すぎた。まあ、周回が楽しいゲームだから。食らいすぎだろ。プラス4って書いてあるのに、読めないのか？敵は。これまずいやつやな。塊にしても意味ないかな。悲しまでいっか。はい。悲しま解けるよな、この頃は。ドンガラガシャーンってならない。こいつ強いんですよ。
消し？いる？いや、これダンジョンいくつくらいあるんだろう。マジで全く知らんからな、このゲーム。よくわかんないけど、裏白だってやつが、面白いんだろ？みんなこんなとこやってる放送見たことない。斬新だろ。こんなマップあるんですか？ああ、殴れない枠。敵が多すぎる。当たんないんだが攻撃が。え？どうなってる？あ！もう本当にびっくりした。やり過ごしいらんな。邪魔。あー間違えた。一応な。何回までやるかわかんないから怖いな。金の盾。いらないな。回復入れちゃえ。えい。どこにでも飲んじゃえ。馬武者。このマップ面白い形してますね。広いし。しますね。投資二つ目か。店で売ってもいいんだけどね。ことぎりそうこんないらんかな。毒気層がいらんよなぁ。あ、でも毒、そっか、お化け大根と戦うのか。金縛りこんなにいらないやん。というか、おとぎで層がいらん。試練っぽくなってきた。初見プレイって大嘘じゃん。めちゃくちゃガチ勢じゃねえかよ。ひょっとして RTA とかやってる方ですか？
言われるかもしれないな。すぐ帰る。ああ。必殺。ズドーン。あれ？はあ、やっちまったな。ドラゴンネックかな。ドッキリ大成功って感じだった。貫通すんの？こいつの矢は。何が起きたかよくわかってないね。ああ、貫通すんだね。やり過ごしでよかったわ。もうやり過ごしいらねえよ。こういうこともできるんだ。力、まあ、いらないけど。白神沼、やばそう。おーっと、何も入ってないじゃん。嘘つき。最悪だよ。刀今外そうと思ってたのに。何やってんの？え、ね、これ。トゲトゲなんだけど。火炎草？は、いる。おいでって。いるって。捨てちゃえ。青くなってる。呪いの印とかないんだ。ちょちょちょ。投資を見ようとしてしまった。クリアしたら終わりだな。なんかあれっすよね。試練はなんかなんだろう、食べ物みたいな感じですよ。朝食に試練みたいな。何を言ってるかわかんないけど。でも何回まであるのかわかんないんだよな。30回とか言わないっすよね、まさか。がっつり。初級でしたよ、だって。試練2だと12回だったのに。お。いや、キハチ。ヘイじゃん。ひまきちじゃない。もうちょ、シャキシャキ喋れい。リズム天国みたいだった。お、やるか？拙者、アスカと申す旅の者だ。別に怪しい者ではない。この先は甲賀村へ行きたいのだ。甲賀村は人間か。
お通りだけ足も甲賀村についていてくれ。おー、めんどくせえ。なんでこれ、ひまきちじゃないんですかね。GB2 みたいにさ。あの、キャラが、みたいなさ。GB2、マジびっくりしたよな。まさかお竜が出てくるとは思わなかったもん。あんな砂漠のど真ん中に。なんでいるん？で、めっちゃメインヒロインずらしてるし。そういうのがあるからな。全然聞いてなかった。何ですか？引き寄せた攻撃を一度にできる。ツボ。嘘じゃないかよ。時にそう飲んじゃうか。平吉が一人でめちゃくちゃ頑張ってるな。平吉だっけ？お前誰？誰？え、俺は？俺腕二本あるんだが。経過？腕2本ある。へえ。せーの。な。せーので攻撃しろよ。土の巻物。これ岩と？どう違う？絶対平吉がうわーってなるよ。え、なに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 ？どこ押した俺今。いらないか。お、殴った。呪い受けは常備しよう。別になくなっても困らんし。一発忍者。会ってないんだけど、俺まだ。ネタバレされたー。デロデロの湯。いけ！そういうこともできるのか。難しいな、このゲーム。何あいつ、危ない。強くないこいつ。土偶じゃん歩く土偶だろ。行くぞ。
は？千枚。なんなんだこのマップは。めっちゃ綺麗なマップしてるくせに。え、なにこれ。終わった。いや待て、ムーロンがいない。やり過ごしても平吉が爆睡でもダメだし、混乱でもあればな。あー、どうしよう。こうですかね。何してんの？バカだろお前。これだから。あ、でもなんとかない。なんで逃げてんの？なんとかなりますね。あ、握力がなさすぎて Y が。その敵じゃありやせんや。精度で殴るぞ。よし、全然息が合わない。ほっとけ。巨大なおにぎり食べちゃえ。いや、もう泥だらけいらんな。合成ないし。天狗やんけ。何回まであるんだこのゲーム。長えよ、もう。腹減ったって言ってんのに。この後みんなで飯食い行こうぜ。がっつり大ボリューム。大ボリューム。いやー。これはもうファン貫類でしょう。なんで連続アタックして戻ってこい。もういいや、ほっとけ。いるんかーい。やばい、人が多すぎる。なんでアリこっち向いてんの。あ、下偽物だ。困った時、どうしよう。え、なんでさ、アスカって任天堂スイッチで出ないんですか。不思議ですね。困った時欲しいなぁ。力いらんわ。ふざけてるだろこれ。でもやり過ごしもう、こいつがいるから使えないよなぁ。使うポイントがあるように思えない。シューベルがいる。
全部いらないな、こう見ると。全部いらない。捨てていこうかな。ドーン。死ぬんじゃないよ君。剣一本でどうにかなっちゃう。あ。よし。どうにかなっちゃいますよ。俺の腕で。それが試練のいいとこなんですよね。まあ、悪いとこでもある、正直。試練に続編が出ない理由だ。意味がないもん。続編を出す意味がない。危ない。本物だ。これはやばい。しまった。あ、こうでいいのか。お。よし。あ、いかん、危ない、危ない。壊れてしまった。ワープした。手裏剣投げ返してくれよ。そういうメソッドじゃない。一人やってくれ、もうめんどくせえ。広すぎる。とりあえずアイテム売ろっか。罠チェックとかしないぞ。もう意味ないし、そんなことしても。投資もいらんやろ。大金持ち。あ、罠チェックすればよかった。何してんの？何してんだよなぁ。死んどる。ピネ。ああ。装備外し。目薬とかねえの？これなんでさぁ、B、二回押さないと移動できないんだよ。欠陥だろ、これ。なんか、アスカって、ちょっと、UI が、いまいちですね。そんな仕様だっけ？ B を押すとこうなっちゃうんだよ。これさ、おはよう。電車入ってる。おはよう。 B こうなっちゃうんだって。 B を押すと。でも俺が悪いよ。おい、アスカツーズで修正してくれ、こういうの。
するとなんか怖い。ユルのどこ行った？俺見てなかったわ。もうめんどくさこの仕様。超めんどくせえ。あれ？あ、B を押しっぱにすればいいんだ。どういう仕様だよ。あ、快適快適。わあ！罠じゃねえかよ。どうしよっか。いやー、店長。うわー、素晴らしい。装備外しない？ここ。探すか。ああ、広い、めんどくせえ。ここで一泊。ここで一泊。どうたぬき。いらんな、そんな強くねえよ。せっかく遊びに来たのに、全然盛り上がりに欠けるお店ですね。できそうか。炎上の巻も。一人だから、使えるっちゃ使えるか。モンスターにはノーコメントですか。サービスの悪い店だな。まずい。あ、何30って。物語が幕を閉じる。どうしよう。石のか。うん。で、場所替えがない。なんでないの？忘れたか？開発が。これはやばいわ。身代わり振っても。なんかいっぱいなかったっけ。金縛りがいっぱいあるのか。ああ、一時の、って、復活すんの。なんでだよ。なあ。
っておいてよかったわ。そりゃ雨や。俺も腹減ってんだよ。もうここ俺はなんだ、めっちゃ人気者なんだけど、めっちゃ人来るな。あ、全クリレベル上げ回復待ちだったのに。甲賀の村、人っ子一人いないみたい。気味悪いな。お、キララじゃない、なんだっけ、ミナモ、ミナモの怪我をしてるじゃないか。かすり傷。あ、ボス戦か。おおお、飛んだ。飛ばない毒かこれが。こっちよ。もう足押すぞ。何今の。なんだよ今の。いや、とんでもなく足遅かったぞ。なんで今の描写いるか今の。そういう設定があるの、アスカって。とんでもなく足遅かったけど。へぇ。こうが毒をばらまくなんてしないわ。ゆうくんの謎笑いでご。いや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 。今のだってめちゃくちゃ面白くなかった。めっちゃ面白くなかった今の。こっちよっつってさ、ダダダダダってみんな走ってくる。アスカだけ歩いてる。歩いてないかこいつ、そういう速度で。ルールを守ってるんだな。敵とモンスターは一回ずつしか動けないっていう。敵とモンスターってなんだよ。一年前、あ、階層入った。もう長い。うむ。ドン。そして、どうなったの？結果だけ教えてくれ。わかったわかった。これをやろう。くし。守りが弱い。急にメタっぽくなったな。うん。いつもこんなんだ。いつもこんなんだ。ほが守って、お父さん。びっくりした。俺、今から、改造シーン操作するのかと思った。水面編に切り替わるのかな。びっくりしたわ。全然改造の途中で終わったけど。どうなったんだよ、改造の後は。みんな死んじゃったのか。このアスカよく見るとドット絵ですね。やっぱドット絵は神。は？活動。
靴の？うん。何の話だっけ。そう、マリオ&ルイージ RPG 版 DX がクソっていう話でしたね、ちょうど。いやー、マリオ RPG といえばあのドットなのに 3D でリメイクするとか何を考えてるのか。ポップミュージックラピストリア並みの、は？まだやんの？まだやるんですか？30個やるじゃん。じゃあどう見たって3回で終わる空気じゃねえもん。マジでか。うわぁ、うわぁ、あー間違えた。剣豪はまずい。高い金払うだけのボリュームあるね。だからあんな高いんだ。試練2が簡単すぎたっていうのがありますね。ん？どんどんやばくない？なんだこのマップは。試練のマップじゃねえよ。ゴエモンじゃん。壊せるんじゃね？壊せねえ。もう意味は分からない距離の取り方するなよ。あ、来たがね。どうしよう。金芝振って逃げてこい。いいけど。うわ、見えてるよな。明るいもん。これ金芝振っても意味ないもん。で、あそこに取り付いてあれする流れだ。あ、俺どうする、俺死んだら。俺そんなこと考えてもないんだけど。まさか死なないだろうな俺。緊張しますね。ね、強くないなこいつ。よっしゃ。あ、投資が解ける。うわー、いやい。色を区別つかないぞ。大丈夫これ。怖っ。ゾワゾワの使い方いまだにわかんないんですけど。どうやって使うんですかゾワゾワって。怖いんだけど本当に。いや、あんまり歩くべきじゃなかったか。なんだろう、アイテムがないって分かってるのに探索したいっていう。直攻撃するモンスターに向かって使うでしょ。使う、うん。けどなんか怖くない？仕様が分かんないんだよ。
こういうやつに空振り振っておけば何が起きても大丈夫。説明されてるからわかるでしょ。だからそうなんだけど、なんか怖くない？仕様が本当にみたいな。なんていうのかな、怖いんですよ。ゾワゾワだけ動きがおかしいじゃん、他のと違ってさ。倒しちゃいけないやつだ。あ！大丈夫大丈夫。もうピーネってやつ。バカめ。面白い。マジ30回あるんだ。初級だぞ。テーブルマウンテンは初級だった。テーブルマウンテンほどじゃねえか。杖の回数とか、壺の中身とかわかるし。初代試練、鬼畜すぎるよな。初見プレイいきなり四角い壺とかさ言われても意味がわからんよな。霧の杖とか言われても。あーマジで。意味がねえな。意味ねえな。拾っちゃおう。難しいよ普通に。ゾワゾワはなんか怖いんだよ本当に。大丈夫なのか使ってって気分になる。剣豪ってだって武器飛ばしてくるよね。忍者屋敷みたい。おら。思った通りだ。あ。危ねえ。怖っ。敵が無限に何？右上にスポーナーでもあるのか。
ベルトコンベアのように運ばれてくるんだが。マップが悪いよ、これ。絶対。で、みんなこっち来るんだろ？永遠に俺たちはこっから逃れられない。まあ、ピネだわ、これは。まずいですね。これオスだなあ。これオスだなあ、これは。1枚入れるか。いや、入れちゃえ。おししのぶ五六入れよう。オスだな。オスなんだよ。今何拾った？爆睡か。オスオス。それあれ入れたいわ。シャンゴショウシャンゴロク。ここめっちゃ練習しました、ここ。あ、ここめっちゃ練習しました、僕。行ったか？あ、行ったか？って言ったんだよな。行ったんだよ。呪いが解けました。今あれあるのか。はあ、やっ。え、レベル3こいつ。ザコめー、レベル3の分際で。ザコが。こっちはレベル22だ。舐めるなよ。334。ここ割と即折りってこともねえか。レベルが足りてるのか。19回か。あれマジでこれ30。すごいな、このマップ。試練じゃないみたい。 RPG のマップじゃん、これ。もったいない。もったいない。だって試練って、だってこの絵だけでいいのに。こんなグラフィックもったいないだろう。なんでこんな炎上があるんだよ。いらないな。オスだなぁ。あ、逃げた。あ、な、罠だった。あ、逃げた。下書きだから燃え広がる。そういうことか。それをうまく利用しろってことね。そういうアスカからの新要素とか俺全然わかんないから。教えてな。嘘です。なんで嘘かよ。お、あ、めっちゃ騙されたんだけど。危なかった今。マップキテレツすぎて覚えるのめんどそう。本当ですよ、キテレツですよ。これが毎回違うんだからすごいよな。
でもこんなにいらなくないか。困った時もまあいい。君を着てる妻か不思議。後ろ回し蹴りな。部屋の概念も分かりづらいしな。普通に難しい。ドッタンバッタンアドベンチャー。ドッタンバッタン。あ、間違えた。メッキにメッキ読んじゃった。初心者なんだよ。初めてやる。なんでメッキで選ばされるんだろう。思っちゃった。メッキだっつってんだろう。つって。メッキだっつってんだろう。つってメッキ選んじゃった。落石もいらんな。このマップ壁が壁が少ない。あ、これ壁か。あ、これでわかるんだ、マップで壁かどうかが。だからか。そういうことね。これ壁。部屋なのそこ。あ、大丈夫大丈夫。減ってく減ってく。え？お言ってくれよ、腹減ってるなら。なんで我慢してるの。これダメですね。ちょっと、なんとかしないとダメだ。部屋なんだよな。部屋ですね。影に隠れたらバレないような気するんだけどな。おい。バグった。困ったなぁ。身代わりかな。おい、バグった。火炎草ですね。危ないところだった。いやー、危ないところでしたね。簡単だな、このゲーム。なんとかなるじゃん、なんだかんだで。余裕。まあ、前作やってますからね。さすがに。余裕っしょ。来るなよ、こっち。来るなって言ってるのが。はぁ？なんで俺の言う通りにしないんだ。あ？あ、びっくりした。
なんで盾外したん？外してないよ。俺外した今。気づいてないですよ。やべ。戦いに行くときに、ああこれダメだな。行こう。お。お、Nルート。Nルートじゃん。お、貢ぎ物だ。もったいないなぁ。うわ、なんだあれ。何者だ？グーグー。アイテムよこせ、アイテム。クイックロードされる。クイックロードされちゃう。クイックセーブするか、俺も。対抗して。やりすぎだろ、2時間とか。若いな。さあ、どうしよう、みんな。とりあえず、ゾワゾワ読んで、じゃ、意味ねえじゃないか、俺の今までの努力は。何のための、ゲームだったんでしょう。身代わりを読んで、流ればいいんだろ。ドン。すごい。端に追い詰められてる。ゾワゾワの嫌なところは敵が敵を倒しちゃうところだよね。そう。でもこいつら全員、レベル。はぁ、やばいやばいやばい。この辺に振っとけばいいな。えい。こいつ杖効くかなぁ。えい。お前が殴ってるなぁ。レベルアップ時に異常状態回復とかあるの？ある。じゃない。お前やったことねえよ。やったことねえよ。ありそうな気するよね。身代わりで完封だ。やった。やりやしたね。何回だったこれ 25? おかしい。え？この男ではなかった。え？うわわわわわ。まずい。見てこの足の遅さ。みんなこれだけの速さで歩いてんのにこいつだけ遅い。お、ド迫力の。侍は走らないんだよ。そうか。これトラウマものだろう、当時の小学生とか。怖っ。こういうゲームだったっけ、試練って。ああ。豪華ムービー。豪華ムービー。昼なんで終わります。はい、早くセーブまで早く。
長いなこれ。化け物バナは何だったんだろうな。たうん。みなも危ない。どこに行っちゃったんだ。伊勢の里の裏手からだ。行こう。まだムービーや。ここが悪くない。うん。うん。退治してきますと。早く飯を食わせてやれよ。わかったわかった、行くんだろ、知ってます。調べてみよう。行こうぜ。まさかの展開みたいな反応してるけど、よし。お疲れ様でした。知ってるよ。